今日は2019年度、早稲田大学政治経済学部英語長文過去問を解説したいと思います。私の解説動画は英単語、英文法の知識に自信がない方や知識はあるんだけれども英語長文の特典に結びつかない方向けに解説作成してますので一緒に勉強していきましょう。過去問解説始める前に英語長文読解で抑えるべき3つのポイントについて解説します。1つ目が英文は読まない考える。2つ目が作者問題作成者の意図を汲み取る。3つ目が英文は抽象から具体に進むということです。 この3つのポイントを押さえて英語長文を取り組むとどんなメリットがあるかというと、時短でコスパよく回答できることや、正答率が向上する、それからそもそも英語を読まないので、英単語、英文法の知識があまりない方でも、英語長文で得点することができます。 ポイント一つ目、英文は読まない考えるですが、まあ皆さんね、英文は読むものだろうという認識があると思うんですけれども、英文読んでると難しい英単語とか難しい表現に出くわして、そこで考え込んでしまって時間がかかって時間切れという経験ありますよね。なので考えましょうということです。考えるというのは因果関係とか対比関係を用いて、英語長文本文の話の展開を類推することを考えるというふうに言っています。 2つ目が作者問題作成者の意図を汲み取る英文読んでるとバットとかハイバットとか逆説の後って作者の主張がきやすいですよねでそういう作者の主張になっている部分が説問になりやすいんですよねなので作者問題作成者の意図を主張を汲み取ることが正当率の向上につながります 三つ目が、英文は中小から具体に進む。第一段落の一文目って結構英単語が難しかったり、表現の抽象度が高くて分からないこと多いですよね。で、最初から分からないので不安になってしまって、不安になりながら英文読み進めるみたいなことあると思うんですけれども、英文というのは同じ話が具体的に繰り返されているだけなんですね。なので、同じ段落で言えば、後半の方が英文が具体的になっていて理解しやすいと。で、そこを理解することができれば、同じ話が繰り返されているだけですから、その段落全体を理解できたということになりますよね。そういうい 構造というのもちろんさっきのポイント3つを意識してもらいながら英文は読みませんので単語をピックアップしていきながらメインテーマを掴んでいきますでその後話の展開を類推していって類推した話の内容が正しいかどうかを確認しますなのでまずメインテーマを掴むとでメインテーマが掴めたらあとは類推確認ステップ2ステップ3これの繰り返しによって英語長文全体を理解していくという流れになります私の解説動画もこの攻略手順に基づいて解説を行っていきます では、英語長文フォームの方を見ていきますが、さっきも言ったように英文は読みませんので、単語をピックアップしていきます。で、ピックアップすべき単語っていうのは私マーキングしてますので、お手元に過去問がある方は同じ場所をマーキングするようにしてください。逆に言うと、マーキングしていない黒文字の英単語というのは、英単語の意味がわからなくても問題ないと思います。ここを私も読み流す、見流す程度でやっていくので、あくまでもマーキングしている単語、ここを見てメインテーマを作る。それから話の展開の類推確認ですね。ステップ1からステップ3をやっていきましょうということです。で、マーキングする場所ですけれども、新しい情報とか作者 の主張とか名刺こういうところマーキングしていきたいですね。逆に言うと、もう分かってる話とか、すでに出てきた情報っていうのはマーキングする必要がないですね。だってもうすでに分かってるんだから。あくまでも新しい情報とか、作者の主張をつかむためにピックアップね、単語をしているんだということです。では最初見ていきましょう。はい、2007年、The State of Washington Introduced a New Rule を導入しましたと。ありますね。ここは新しい情報ですから、絶対にマーキングしたいと。じゃあ、ニュールールって何なんだって話ですよね。 はい。それ分からないんで、この後具体化ですね。ポイント3です。英文は中小から具体。同じ話の繰り返しです。具体化されてるんで、確認していきましょう。Am at a making a labor market failure とおいうこと fair とおいうことですね。はい。だから、えー、労働市場ですね。ラバーマーケット。労働市場をフェアにする。つまり公平にするための新しいルールが制定されたとるとおいうことですね。 で、じゃあ、ルールの中身ってどういうルールなんだっていうのがまだ具体化されてはないんで、この後ね、具体化されてきますね。はい、そうすると、f r o m e were burned from checking job applicants credit scores, scores ということですね。はい。えー、企業が、えっ、ー、と、求職者か、求職者のクレジットカード情報、まあ、クレジットカードのスコアをチェックすることをやめたと、禁止したということを言ってますね。 はいえー、つまり、さらに言うと、はい。I'm sure of how reliable borrowers、uh, when it comes to paying back money ということだから、how reliable borrowers つまり借り手側が、えー、どれくらいその信用度があるのか。つまり、その求職者の信用度ですね。信用度。ねえー、信用度を測るためにクレジットスコア。ねえー、これをチェックね、えー、いつもしている、企業側してるんだけれども、それをやめさせたということを言ってますね、はい。禁止したということを言ってます。はい。そう、なぜやめさせたかというのは当然いいですよね。 フェアにするためですよ。労働市場をフェアにするため。ね。お金たくさん借りちゃってる人とかもね。えー、人もね、借りてない人も、平等にね、企業に就職できるように禁止をしましたと。ね。えいうことをこれ言ってます。 はい。で、次見ていきましょう。ね、さらに同じ話のこれ繰り返しですけれども、一応ね、マーキングしてます。えー、step t o w はい、マーキングしてるところです。equality and applicant with a low credit score. ね、えー、low credit score ですかまあたくさんね、借りてしまって、まだ返せてないみたいな、そういう人でしょうね。is much more likely to be poor, black or young. まあ、そういう人って大概貧しくて、まあ、あとは黒人だったり、若い人だったり、ね、そういうことはあるんだけれども、そういう人、つまり、equality ね、平等にって言ってるじゃないですか。fair, 平等に。 これも同じ意味の単語が何度も出てくるっていうことは非常に重要なんですよ。作者の主張に近い、メインテーマに近いから何度も何度も繰り返し出てくるわけですね。こういうふうに同じ意味の単語っていうのが英語長文っていうのは同じ話の繰り返しなんで何度も何度も出てくるんですよ。ただこういうふうに表現が変わってるんでね。フェアとイコールティみたいに。 表現が変わってるから皆さんそこに気づかなくて泥沼にどんどんハマっていくんですよ。だからこういうところ表現が変わってるっていうところに気づかないと皆さんダメですよ。同じ意味の単語っていうのはちゃんと気づいていかないとだって重要なんだから。はい。ね、いうことです。これメインテーマになりますよということです。で、はい。しかし、バットですね。はい。ウェン・ロバートさんっていうのが出てきていて、ロバートさんのもう一人ダニエルさんかなっていうのが、はい。エコノミスト、経済学者が出てきていて、この人は何言ってるかというと、The rat rat brats and young with fair job not more。つまり、ここ重要ですね。 はい。逆説の後、ポイントに、作者の主張が逆説の後、消来やすいですよ。ここも来てますよ。まさに来てます。はい。えー、言ってることは、つまり、さっきだから、フェアにしたんだよね。ニュールールを入れて、フェアにしたはずなんだけれども、まだ、レッドブラックスギャング d y o フ n g with ブ e w e と。だから、仕事に全然、つけてない人たちがたくさん全然、フェアになってない人となんですよ。なんでだってことですよね。これがメインテーマですよね、おそらくね。ここに皆さんちゃんと矛盾を感じてくださいよ。 その内容がおそらくメインテーマですよね。なんでさっきニュールール入れたのにフェアになってないのか。ブラバーマンクとかね。なんでなってないのか。これがこの後おそらく説明されてくるんだろうなっていうのがこれポイントにですね、えー、話の展開の類推になってくるわけですね。 はい。じゃあなんでこれならなかったのかって確認していきたいですね。この、これ以降の第二弾の敬語ですね。確認していきましょう。はい、見ていくと、エコノミストを not h a v e found much in the d e e p t plan. It will help them consider this puzzle. ね、this puzzle. この、おパズル。謎。どの謎ですかこれ、this ですよ。このって言ってるってことは、もうすでに英語長文本部中に出てきてるから、この謎って言ってるんですよね。 ということは、この謎が何なのかっていうのを、一回ちゃんと立ち止まって考えないとダメですよ。こういうザとかディスとかザットとかゼイズとか、史上が出てきたら一回立ち止まって考える。これはちゃんと癖付けをしてください。これをやっていかないでどん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 読み流していくと、英語長文何言ってるか何もわかんなくなりますよ。はい。えー、この、ね、謎って何ですかあ、ありますよね。もうすでに出てきた謎って一つしかないですよね。フェアの、フェアなニュールールを入れたはずなのにもかかわらず、フェアになってない。これが、 謎ですよね。皆さんも謎を感じてくださいと私は言いましたけど、感じたでしょね。そこのことをこれ言ってるだけですよね。だからこれを助けると。助けるはずの何,何かのディシプライね。何かを、要は見逃してるみたいな。分かってないみたいな経済学者は言ってますね。はい。それ何なんだってことですね。何が分かってないんだ。次見ていきましょう。ね、情報の役割について全く理解できていないって言ってますね。 情報っていうのが出てきましたかこれはマーキングしておきたいですね。情報の役割。これは新しい情報ですよね。情報っていうワードはどこにもね、ここ出てきてなかったですから大事なんですね。これは新しい情報なのでマーキングしておきたい。ね、情報の役割にまた繰りまあでも、わかりますか皆さん。<laughs> いまいちよくわかんないですね。情報の役割ってなんだみたいなね。えまあ、たくさんありますよね。情報の役割ってね。あいまいちよくわからないと。だからまだ英語の表現が非常に抽象的ですね。 抽象的だから皆さん分からないんですよ。分からないのは当然ですね。皆さん分からない。だって抽象的なんだから。これ、ここで皆さんだから不安に皆さんなるわけですよね。なっちゃうんですよ。一般の普通の人は。だけれども、私のこの話を動画を見た人はならなくていいということですよね。ポイント3ですよ。英文は抽象から具体に同じ話の繰り返しなんです。だから、この話っていうのが、 今、抽象的だけれども、同じ話はこの後具体化されるんで、特に今回なんかフォーイグザンポでわざわざ言ってくれてるわけですよ。これから皆さん具体化しますから、ちゃんとよく見ててくださいね、ということを、これ、作者から読者の皆さんに対するメッセージですよ。 これ、受け取らないわけにはいかないんですよということです。はい、えー。見ていきましょう。で、テキストブック、mostly assumed。当然のことと思っている。The employers know the productivity of their workers、ねえー。働き手の生産性を雇用主側が理解しているということは、もう当然のことだと思っていると。 で、さらに pay them for exactly the b u l u e of what they produce. ね。生産したもの、労働者が生産したものに対して適切な、まあ、pay。ね。給料をお支払いする。まあ、それはそうでした。当たり前ですよね。それが当然のことだと思われてるって言ってるんですよ。はい。ここで皆さん、ステップに話の展開の類似ですよ。当然のことと思われてる、このテキストブックとかアスームとか、これが非常に重要な単語ですよ。まあ、マーキングはしてないんですけどね。マーキングはしてないんだけど、まあ、してもいいですよ。これ非常に重要ですよ。 これって一般論なんですか作者の主張なんですかどっちなんですかだってテキストブックに載ってる情報とか当然と思われてる情報っていうのはこれは一般論ですよね一般論ですよこれ。よく考えてください。これ一般論ってことはよくあるのははい。一般的にはこうだけれども作者の主張としてはこうなんです。これがよくあるパターンですよ。だからこれ作者の主張としては逆になるはずなんですよ。 だから、当然、えっ、ー、と、労働者の生産性とか、それに見合った給料が支払われてる。これが、思ってるんだけど、実、実はそうではないっていうのが、これ作者の主張ですよ。ここをちゃんと類推できたかどうか。作者の主張っていうのは、一般論と真反対のところにありますからね。だから作者の主張っていうのは、逆説の後に来やすいんですよ。まあ、それ、そういうことでポイントになるんですね。逆説の後に作者の主張が来るっていうのは、こういうロジックなわけですね。一般論の逆が作者の主張になるから。 その逆がまさにバットとかハイバットか逆説になってくるんですよね。だから作者の主張というのは逆説の後に来やすい。ね。これ認識してなかった人はちゃんとインプットするようにしましょう。これこれをインプットするだけでもだいぶね、得点変わると思います。はい。ということですよ。だから類推した内容としてはもう一回確認しますけれども、そういうふうに雇用主が労働者の生産性とか、ね、それに見合った給料とか払ってない。認識してない。 これが作者の主張ですね。こういう話が後々来るはずなんですよ。で、さっきその前のところの謎をまだ解明できてないんですよね。なんでこういう謎が生まれたか。なんでフェアなルールを入れたのにフェアにならないのか。それの多分理由が一つこれなんですよね。というふうに挙げられてるんだけれども、これわかりますかこれ難しいですよね。雇用主が正確に生産性とかを認識してない。給料を正しく払ってない。それがなんで、えっ、ー、と、フェアじゃない。 のに繋がるのか。これあんまりよくわかんないですよね。まあ、な,なんとなくね、わかる人はいるかもしれないですけど、わからない人の方がおそらく多いでしょう。だから、ここまだ難しいんですよ。だから、このまだディスパズですよ。この謎に対して、まだね、解明できてないんですよねで。まあ、解明できた人はね、素晴らしいと思いますよ。ここで解明できた人は素晴らしいと思うけれども、まあ、<laughs> 解明するのは難しいと思います。はい。なので、こ この第3段落以後ですね。もう見ていきましょうということです。はい。えー、解明していきましょう。その謎をね。はい。t h e research challenging the conclusion. ね。えぇ、uh, immediately be celebrate an important breakthrough ということで。えー、まぁ、このなんか発見みたいなね、結果。だからこの謎に対する結果ですよ。何に対する結果って言ったら。この謎に対する結果、つまり解決策見、解決策ってのは謎の、 答えか。っていうのが、まあ、言われるべきだったブレイクスルーし、しかし、言われなかったみたいなこと言ってますね。はい。えー、と、そう、ノーベルプライスさんもね、なんか、後ほど受け取ってるんだけどリジャクティッチされてるんですね。まあ、この文章はここぐらいかな。あとね、この後半難しいと思う。何言ってんかちょっとよくわかんないって感じだと思うんで、まあ、分かった人はいいですけどね。はい。えわ、ー、かんない人はしょうがないでしょまあ、ここそんなに重要じゃないんですよ。 うん、そもそもね、重要じゃない。重要じゃないってなんで重要じゃないってわかるかっていうと、これだって、この人なんか経歴の話とかしてるじゃないですか。経歴の話って重要じゃないですよね。だってそこに作者の主張ってないじゃないですか。ね。あと、経歴の、経歴が、誰かの経歴が説問になることってあんまりないですよね。 はい。まあ、そういうところから私重要じゃないというふうに判断しています。し、まあ、難しいんで、そもそもいいやって感じですね。どうせ英文は同じ話の繰り返しなんで。まあ、ここで押さえていくことは、まあ一貫なんか、一回なんか拒絶されてるということだけですね。はい。を押さえておけばいいと思います。で、次の段落行きましょう。で、次の段落ですね。はい。えーと、次の段落でマーキングしてるところは、ここからね、具体化してくるんですね。ここからまさに、はい。マーキングしてるところからです。え、good c l o s s p e a c h ね。 例えば、ピーチというグッドカーが、それが1000ドルしましたと。で、一方で、まあ、よろしくない、ね、車、レモンとしましょう。これが500ドルでしたということですね。で、えー、おのおの、はい。If、uh, the b a r e r s can't e l l、uh, peach and lemons apart, trade i n ちょっと難しいかな。in reality, バリアー might s t r a g to tell the difference. はい、ここはいきますね。違い。その違いって何の違いですか何と何の違いですか 違いってことは何かやと何かがあるんですよね。何の違いですかこれもうザがついてるから、そのって言ってるんだから一回立ち止まんなきゃいけないんですよ。さっき言いましたよね。指示後は立ち止まろうって。一個前ですよね。一個前。何が出てきてましたか二つ。レモンとピーチじゃないですか。ですよね。はい。この違いっていうことについて、まあ、あ説明すると、テラ説明するとなるとなかなか難しいんですよ。っていうことを言ってますね。バイヤー側が。はいね。買う側が。 買う側が説明するのは難しいということですね。で、なぜかっていうと、さらに具体化されてますね。この後、コロナ後です。はい。例えば、p r o v i e c s left u n d i s c l o s e d エンジン、p r o v i e c s left u n d i s c o e d ね。例えば、エンジンになんか問題があったとしても、それが d i s c l o s e 隠されちゃったりするわけですよね。売り手側は。ね。売り手側は分かってますよ。売り手側はエンジンに問題があって、エンジンが故障してるって分かってるんだけど、この車はエンジン故障してるって分かってるんだけど、それを隠しちゃうわけですよね。隠しちゃうとどうですか買う側は。 ま、気づかないですよね。気づかないから、じゃあ、ね、エンジンが壊れてるのか壊れてないのか、気づかないわけだから、その違いですよね。について説明することが難しくなってくるわけですよね。はい。ここね、えー、かちゃんと具体化されてますから、確認していきましょうということです。 で、A のもね、ここが説問があるんですね。並び替えがありまして。で、結果として、the barrier's face, アドバス selection ということですね。あ、よくわかんないね。さあ、アドバス selection って何だと思う感じですね。はい。でも、この後具体化されてますね。えー、only sellers, food will be prepared to accept 950 dollars. It will be those food now they are getting rate of lemon. ということで、えー、Sera で売る側は750ドルの、おー、準備がね、えー、ある場合は、はい。 えとレモン、ねえとそれがレモンだと分かっている場合のみ、セーラー売るみたいなことを言ってますね。はいということです。はいでここの A のところですね、見ていきましょうということですけれども、A の空欄です。はいえと何から入ってくるかと、ABC のこれ並び替えですね。 で、見ていきましょう。一つですね。はい。but, d e a r s ね。え、uh, d e a r s o now, for sure, they have a pitch, r e j e c t such an offer. ということなんか拒絶をしていると。しかしって言ってるんでね。しかしって言ってるんで、まあ何かに、ね、まだね、その前に文章がこれ、 あるはずですよね。ないのにいきなり拒絶するって意味はわからないですから。ね、何かがあったから何かに拒絶してるわけでしょ。はい。なので、このバット、これ A がで一番先頭に来るってことはなさそうだな。どちらかというと後半っぽいなということですね。で、B 見ていきましょうか。they might be willing to pay. ね、えー、払うことを厭わないと。say, 750 dollars for a car.they perceive as having an event chance for beating a lemon or a peach. ということで、まあ、レモンとかピーチに対して、まあ、750ドルね、払うと,こういうこと。 とことで、すねでその次 C、ねはいえー。レモン。レモンっていうのは安い方ですね。500ドルの方でしたけど、これに関しては,はリスク、ねえー、がありますよということです。だって、あれでしょなプーアーだったんでしょ、ねえー、これ500ドルですか、えー、プーアだったんだけどね。プーアーファンクショニングなんか、リスクありますよねということですね。 はい。えー、まあ、リスクありますよと。で、えっ、ー、と、バイヤー的には、ね、買う側としては、まあ、リスクあるからちょっとでも、まあ、安くしたいわけですよね。安く買いたいわけですよ。はい。ということを言ってますね。えー、なので、安く買いたいわけですよね。安く買いたい。で、えー、その結果これ、つまり750ドルになったんじゃないですか。はい。だからこれ CBA ですね。CBA。ね、えー、 つまり安く買いたいと。ね。ちょっとリスクあるんだったらそれ安くしろよという話ですよね。はい。で、その結果750ドルだったらみたいなことの話になったわけですよね。しかしながら、はい、ディーラー側ですね。えーディーラー側フーナ o フォ w シューアーゼ u ハ e t h p h w l l r e そうですよね。ピーチだったらそれは断ってますよね。そうですよね。だって売り手側ですよ。ディーラーって売る,売る側ですよ。売る側。ね。売る側は、だって、売りますか ?750 ドルで。売らないでしょ。 ピーチだったら。だって、ピーチって1000ドルしてるんですよ。1000ドルをですよ。1000ドルしてるわけですよ。だって、1000ドルを750ドルで言ったら、損失が250ドルの損失が出ちゃうじゃないですか。わざわざピーチを750ドルで売る意味がないですよね。ってことは、750ドル出したって時は、 何を売るで、売りますかって言ったら、レモンしか売らないんですよ。ピーチは売らないんですよ。レモンしか売らないんですだって、ピーチって分かってるのに、ピーチはだって1000ドルの価値があるって分かってるのにする、それ売らないじゃないですか、750ドル。だから、750ドル出しますよって言ったら、もうレモンしか売ってくれないんですよ。っていう、この、この話ですよ。この話。この話を皆さん理解できたかどうかですね。これって、逆選択ってやつですよ。 皆さんに、ね、知らなかった人はちょっとインプットしておいてください。これ、アドバースセレクションの逆選択っていう、これ結構有名な話ですね。はい、有名な話です。結構ビジネスでも有名な話ですね。はい。ですよ。だからその結果、つまり750ドルで買えるものっていうのは、これレモンだけなんですよ。レモンしか売ってくれないんですよ。っていうことなんですよね。はい。だから結局、この後にも書いてありますね。はい。スマートバリアスキャンフォー,ーねスマートバリアー、フォローシーディスプログ。この問題、この問題、またディス来ましたよ。 このって何の問題でしたっけ何が問題でした一個前何が問題でしたつまり、ね、750ドル出してもレモンしか買えないってことです。結果的にはレモンしか買えない。だから、750ドル、だって元々はレモンって500ドルなんだから、ね、買う側としたら損してますよ、ね。250ドル、250ドル多く払っちゃってるわけだから。これ問題ですよね。うん、はい。えー、ついだからこの問題を知ってる人っていうのは、 そもそもね。オファー r o n 500ドルそうです。500ドルしか払わないですよね。だってそもそもレモン500ドルなんだから750ドル払う意味がないじゃないですか。最初から500ドルで買ったらいいじゃないですか。750ドル払ってもレモンしか買えない。500ドル払ってもレモンしか買わない。だったら500ドル皆さん払いますよね。それ750ドル払う馬鹿いないですよね。っていう話ですよ。ね。えー、こういうところですね。で、s e l l e レ s of lemon and up with B ということですね。if they want no, I'm a n g r ということですけれども、B。何が入るかというと、 あ、これで B 並び替えか。はい、B 並び替えです。皆さん並び替えしておいてください。まあ、ここちょっと文法の問題ですね。はい、やっておいてくださいということです。だから、まあ、レモンしか結局、まあ、買えないし、だったら最初から500ドル出したらいいじゃんっていう話ですね。はい。で、その結果、But, はい peaches stay in the girls. そうですよ。だって、peach って結局そうしちゃうと売れないですよね。まあ、1000ドル払う人はそもそも、ね、最初から peach 買うかもしれないですけれども、1000ドル以上払わない人ってのはピーチ、peach ずーっと A に買えないですよね。みんな500ドル払いますよね。 ってことは、これ、どん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 ね、ピーチが売れ残っていっちゃうわけで。で、ガレージに残っていっちゃうわけですよ。で、h a b r pays the asking price for peach と。こう、oh, いうことですね。If only they could be sure of the class quality. とそうですね。だから、クオリティ、ちゃんとピーチだって、ピーチの品質だと、グッドカーだって分かってれば、それは喜んで1000ドル払いますよってことですね。だけれども、ピーチかどうか分かんないわけじゃないですか。だかそうでしょバイヤー側、買う側は、もしかしたら売り手側が、ね、隠してるかもしれないわけですよ。 ね、えー、かその、本当はエンジン故障してるみたいなことを隠してるかもしれない。だからそういうことを考えたときに1000ドルはちょっと出せねえなってみんなやっぱり多くの一般的な人になるわけですよね。はい。だから、どん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 結局ね、えー、レモンばっかりつまされて、ね、ピーチは全然売れません。で、これっていうのは Show of the c r e uh, ここは Difference in Knowledge Between Buyers and Selfs。そうそうですよね。だから、つまり買い手と売り手の知識に違いがあるわけですよね。 買い手の方が自分の車だって、自分の車のことね。あ、売り手じゃない、売りか。売り手の方が自分の車だって所有してずっと多分使って運転してきたんだから、自分の車のことよく知ってますよね。エンジンが壊れてるとこもよく知ってますよね。うん、でも、バイヤーが全然わからない。だから、この情報の非対称性ですよ。まあ、ここに出てきます。インフォメーションアシンメトリーということですね。これ、切ルざまなくて、マーケットにとって良くないわけですね。はい。で、えー、ということです。これマイナスですよね。マイナスなんで、これね、言ってますということです。 で、ここでですよ。ここで終わっちゃダメなんですよ。ということです。これで満足、これで理解やっとできた満足じゃダメなんですよ。皆さん。ここメインテーマ忘れないでください。皆さん。メインテーマは、ね、今の車の話じゃないんですよ。メインテーマはラバーマーケットですからね。今、ラバーマーケットの話してたんですが。これ忘れないでくださいね。だから今の話をラバーマーケットのここに置き換えて考えなきゃいけないですね。 メインテーマだってラバーマーケットの方なんだから。はい、さっきのところですよ。ね、ルールを入れたのにもかかわらず、そのルールが、ね、えー、入れたのにもかかわらず、フェアになってない。これがなぜなんだということですよね。まあ、そのヒントとして第二段落のところが出てきてたわけですけれども、ここもそうですよね。よくよく考えてみてください。これも情報の非対称性ですよね。そうじゃないですか。だって、これ考えてください。ね、えー、労働者の生産性をエンプロイヤーが知らない。つまり、エンプロイヤー、雇用主、 は、さっきの車の話言うと、買い手ですよね。労働力の買い手側ですよね。バイヤーですよね。で、ウォーカーがおそらくセーラー、売り手でしょ。労働力の売り手側でしょ。そういう風にして考えてあげると、売り手側のウォーカーズ側っていうのは、生産性、自分の生産性、自分が仕事できるかどうかっていうのはよく分かってますよね。だって自分のことなんだから。だけども、雇用主側ってどうですか雇う側は。ウォーカー、働き手のことって知ってますか まあ最初ね、採用するときって面接とかしたりします。私もね、会社で、あの、採用するときに面接したりしますけど、ね、面接、小一時間でですよ。ね、面接したところで、やっぱり難しいですよ。その人が仕事できるかどうか、プロダクティビティがあるかどうかなんかね、見極めると非常に難しいです。だからやっぱり情報がないわけですよね。エンプロイヤー側、野党側はね。 ここの情報の非対称性。結局これ同じ話を繰り返してるだけなんですよ。車かラバーマーケットか。それだけの違いですね。言ってる話は同じなんです。ちゃんと当てはめてここに考えてくださいということで。だからこの情報の非対称性をこれ言ってるわけですね。ここで。はい。ここ分かったじゃないですか。そうですよね。同じ話の繰り返しなんで、ね。皆さんメインテーマー忘れないでくださいね。ということで。今みたいにこれですよ。ステップ2。話の展開の類推ですよ。ここ。考えてくださいってことです。ここが類推してください。考えてくださいって言ってるところですね。はい。 で、さらにですよ。メインテーマでもここじゃないんですよ。ここなんですよね。だからフェアなルール入れたのにフェアにならない。なんでだってことなんですよ。だからここね、どうですかわかりますか今の話で。雇用主側が情報がないと。で、労働者側は情報があるということですね。で、えー、つまりクレジットスコアをやめたわけですよね。クレジットスコアをやめて、やめて、ニュールールを入れたんだけれども、フェアにならなかったと。これがなんでかっていうことなんですよね。 まあ情報の非対称性っていうのが原因なんだろうけれども、ここがね、繋げるのが難しいんじゃないかなと思うんですよね。ここまだね、この謎についてね、まだこれわからないんじゃないか。ここは理解できたと思うんですよね。だからここはね、本当のそのメインテーマのところ、謎。 ですよね。この謎に対しての理解がね、ここでできたらすごいけど、すごいんだけれども、そのできた人はすごいですよ。素晴らしいと思います。あの、総形。っていうか、忘れたところじゃなくて、慶応も言えると思いますよ。はい。英語処文はね。英語処文に関しては。ただね、ここでね、まだわかるの難しいんじゃないかなと思うんで、もうちょっと見ていくしかないですね。この後の文章。ただ、今回、ね、情報の非対称性、これが原因だな、ということですね。これは分かったはずです。はい。えー、で、次見ていきましょう。で、その後ですね、えー、と、ここら辺も、 おおまあ、いいかな。はい。えと、ー、そんなに重要じゃないんですね。え、ノーベル賞の話か。ノーベル賞を取りました。みたいな話してるだけですね。で、えっ、ー、と、じゃ、ザ・ジャーナリストが、はい、C was D って言ってますね。えー、わからないです。はい、わからないです。この段階でわからないんで。ただ、結局、英文っていうのは同じ話の繰り返しなんでね。この後見ていけばいいんじゃないですか。同じ話です。 The lemon paper was not even an accurate description of the user car market.、ね、ユーザーマーケット、ね。車のマーケットを正しく反映したものではないって言ってますね。これ、ノットなんでね。 はい。えー、どういうことかというと、えー、なんで正しく反映してないかというと、はい。Clearly not every used car sold is a lemon. そうです。まあ、じゃあ全部が全部レモンしか売れないのかと。ピーチは一台も売れないのかってった別にそういうわけではないですよね。あくまでもレモンの方が売れやすいっていう話をしてるわけですよね。はい。だこれはまあ、あくまでも論理の話なんですね。現実を反映したものではないということですね。はい。で、あの s u r a n c e c o m ね。これ保険会社も出てきたの。これ保険もね、もうね、有名なんですよ。逆選択で。 これもなんかあのインプットしておくといいですよ、ねあの。結構ビジネスのところでもあのこういう考え方って用いられたりするので、保険とかも結局、ね、ここで言ってるんですけど、ね、結局保険が入る人って自分がなんか病気しそうだとか、ね、自分のなんかこう健康に不安がある人が結局入りますよね。逆に言うと自分が健康に自信がある人って保険に入らないですよね。私も全然保険とか何も入ってないんですけど、入らないですよね。 リスクありますよね。だって、不健康な人が保険に入りまくるったら、結局、そのね、やっぱりそのなんか怪我したとか病気したとかで、保険金って保険会社が支払わなきゃいけないわけじゃないです。支出ですよね。保険が、インシャランスカンパニー側の保険会社側のね。そうすると、非常にそれってリスクですよね。当然お金払わなきゃいけないんで。 そういう人ばっかりですよ。不健康な人ばっかりしたら保険会社って経営成り立たなくなるじゃないですか。健康な人にもちょっと契約してほしいですよね。な、それがこれ逆選択なんですよね。はい。これ、ね、結構に有名な話ですということです。まあ結局逆選択は同じ話のねしてるだけなんですけどね。ということがね、これ C と D 何入るかということですが、これはちょっと難しいんですよね。難しいんだけどさっき要は言ってることは、ここの後、ね、言ったことですよ。大事なのは。 ね。結局、現実を正確に反映したものではないっていうのは、ここ C と D に入れたいですね。はい。なので、そういう意味に C と D をするためには何を入れたらいいかっていうのを考えたりですね。そうすると、どれか。まあ、C の部分で判断できるんじゃないですか。結局、疑問ですよね。あれそ、あの論理って本当に現実を正確に反映、100%反映したものなのか。 っていう疑問をジャーナリストが提示したわけですよね。いや、それって、いや、毎回毎回レモン買うわけじゃないよね、と。ピーチだって買われるよね、ということですね。まあ、ここをちゃんと、えー、考えること、思考プレスを進むことができればいいで選択することができるんじゃないかなと思います。だから結局、英文はね、抽象化が具体に同じ話の繰り返し、これをちゃんと認識している人は、 ものをいいと選択肢選べるし、逆にそれを認識できてない人は結構難しいんじゃないかなここっていう風に私は思いますね。はい、という感じです。じゃああとはえっ、ー、と次のところを見ていきましょう。イエ、はい、しかしとありますね。で、えっ、ー、とエコノミストが出てきたてので、まあこの辺はいいでしょう。えっ、ー、とマーキングしているところを見ていきましょう。えで、how the はいアシメトリーポイント could be solved はい、えー、アシンメトリーな問題が、はい、解決されましたということですね。アシンメトリーいいですね。情報の非対称性ですね、さっきのね。えー、それが、はい、ジョブマーケットですね。はい、ジョブマーケットです。で、エンプリアスメイン、じゃあ、ジョブマーケット出てきたってことは、ここからメインテーマが要約したってことですよ。だから、さっきの、あの、謎ですよね。えー、なんで、フェアなルール入れたのに、フェアにならないのか、現実は。ね、えー、黒人とか、若い人ってのは仕事につけないままなのか。 それが謎だったんだけれども、ここでジョブマーケットが来たってことは、ようやくその話が、その謎が解き明かされるんじゃないかってことですよ。はい。えー、見ていくと、え、エブリアス、え、メイストラグトゥタルウィズ・ジョブ・ャンディデート、キャンディデートつまり求職者ですね。どの求職者がベストだって判断するの難しいって言ってます、ね。 これ私さっき言いましたよね。あ、面接ね、こ一時間ぐらいしたとしたってね、えー、誰がね、労働生産性高いか、誰が仕事できるか判断するのは難しいとこですよ。で、トップワーカー、シグナル、エッザーやタレントね。えー、仕事、ね、仕事できる人は、まあ、仕事できる人っていうのは、トップワーカー、仕事できる人は、はい、シグナル、タレント、自分才能あるよっていうシグナルを発生すると。例えば、はい、カラクティング側はね、こういう実績ありますよ。こういう賞を取りましたよ。ね、いい大学、東大入りましたよ、私とか、いうふうにアピールするわけですよね。はい。で、えー、すよ。 で、その後で、this only works if the signal is credible. ね。if low productivity workers found it easy to get a degree. 例えば、労働生産性が低い。つまり、仕事ができない人が、例えば、学位ですよ。東大とか入れるとしたら、全然いく、え、プリデントビクレーバータイね。クレーバー、自分は仕事できるんだっていうふうに見せることができますよね。そうですよね。だから東大の人がじゃあみんな仕事ができるかって言ったら、そんなこと全くないですね。 全くないです。私も東大の人と仕事ね、一緒にしたこと何回もありますけども、何人もいますけど、東大の人ね、仕事したこと。まあ、仕事できる人もいるし、仕事できない人もでもたくさんいましたよ。慶応もそうですね。慶応行ってても仕事できる人いるし、仕事できない人もたくさんいたな。じゃあ仕事できない人の方がでも私は多かったかもしれない、慶応とか。はい。意外と、なんかよくわかんない大学出てる人の方が仕事できたりとかね、結構ありますよ、社会出てると。 そうなんですよ。でも、採用する時ってどうですかっていうと、まあ皆さんもね、これから大学入って、ね、えー、ね、今この解説動画を受けてるってことは、早稲田ね、入りたいのかもしれないし、早稲田ね、入って、もし将来入って、ね、その後、就職試験ですよ、就活ね、すると思うんですけれども、その時ってやっぱり結局、結構ね、 あの、大学見られるわけですよね。まあ、だから皆さんいい大学に入りたいっていうふうにね、思って勉強してるんだろうけども、この解説動画もね、見てくれてるんだと思うんだけれども、ね、結局やっぱりね、そうなんですよ。それは、その認識がすごく正しくて、採用される時っていうのは、特に新卒の時っていうのは、めちゃめちゃ大学どこ行ってるか見られるわけですよ。 そうなんですよ。で、だけれども、そ、じゃあいい大学行ってるからか。早稲田行ってるからじゃあ仕事できるのかって言ったら、そんなことないわけですよ。全員が全員そんなことないですよ。割合としては高いと思いますよ。早稲田行ってる人は、他の大学よりも、他の、他のっていうのは、他のね、偏差値低い大学よりも、あの、仕事できる人はいる割合ですよ。いる割合は私も高いと思う。面接しててもそう思う。けれども、みんながみんなそうだとは限らないわけですよ。で、だから、結局、ここで情報の非対称性が生まれてるんじゃないですか。アシンメトリー生まれてますよね。 そうなんですよ。だから、雇用主側っていうのは情報がないから、採用する側情報がないから、もう大学名とかしか見るしかないんですよ。あと実績とか、これまでの職歴とか見るしかないんですよ。でもそれだけじゃ結局、実際の、実際に本当に働いて、ね、結果出してくれるか、うちで働いて結果出してくれるか、わかんないわけですよね。中には仕事できない人だっているわけですよね。これがやっぱ情報の非対称問題だってことですよ。はい。 で、さらに次見ていきましょう。Uh, this idea reverse、uh, the usual、uh, interpretation ということです。はい。なんか逆になってるみたいなこと言ってますね。 い解釈は逆みたいなこと言ってますね。どういうことかというと、はい。これも具体化されてますね。そうですね。勉強テーマは本来、生産性を上げるためにあるんですね。仕事をできる人を産むためにあるんですよ。私もそう思いますね。私もそう思うし、そう思うからこういう解説動画やってるんですよね。皆さんにしあのこう、社会に出て活躍できる人材になってもらいたいっていう思いもあって、この解説動画作ってるんで、まあ。まあ、もちろんね、早稲田大学とかいい大学に行ってもらいたいっていう思いもあるし、それと同ン 同じかそれ以上に、ね、優秀な社会人になっていただきたいというふうに思っているからこういう解説動画を、ね、作っているわけですね。ちょっと塾とか学校での教え方と違うですね。もうちょっと物事の本質を見抜くとか、ね、相手の言っていることを理解するとか、ね、そういうところ。 将来ね、社会人になって必ず使う能力です。必須の能力、コミュニケーション能力とか。そういうところを養ってもらうために、この解説動画私も作ってるんで。ね、えー、ですけどもね。はい。だから、そうない、勉強ってそうあるべきなんですよ。だけれども、そうなってないんですよね。メアリーはシグナルオブタレントと、こういうことですよ。ね、ただ、その才能を示すための、まあ、サイン、シグナルとして勉強が結局使われちゃってるわけですよね。はい。だから、からみんながみんな、じゃあ、 ね、学力あるから勉強、あの、仕事できるかというと、やっぱそうじゃないですよね、ということですよね。だからこれ逆なんですよね。本来勉強っていうのは仕事できる人ために生むものなんだけど、逆ですよね。仕事できるタレントがあるっていうのを証明するために勉強する。この逆リバースが起きてるわけですよ、今。まさに。はい。ね、そうなんです。だからこれ、もう塾とかも、今一般的なね、塾とかもそうだと思うんですよね。あのー、その、 大学に受からせるために勉強させてるって感じだと思うんですよね。学校もそうかな。えー、いい大学への進学実績を作りたいから皆さんに勉強教えてるっていう。ね、先生とか、塾の先生とか特にね、そういうやっぱ成果報酬みたいなところあると思うから、皆さん、で生徒がどれくらいいい総計とかね、いい大学に行けるかで、自分の給料とかも変わってくると思うんで、えー、そういう意味でね、結局、皆さんを優秀な大学に連れて行きたい。だから勉強を教えるみたいね。これ逆になっちゃってるんですよね。 本来違いますよと。ね、勉強っていうのは皆さんの夢とかね、理想とか、そういうものを実現するためにね、勉強でするものであって。ね、私はそうですよ。私はそう思ってるので、そういう解説動画作ってますけど、でも世の中反対なんですよね。はい。だから私はそこに結構課題を感じてるので、この解説動画ね、YouTube やってるんですけど、まさに、だからこれ早稲らは非常に整形ね、いい問題だなと思うんですけどまさにこれ言ってる通りですよという感じです。はい。で、ちょっと、あの、話取れましたけれども、はい、もう一回見ていきましょうね。 で、ここで最後来るんですよ。クレジットヒストリー。そうですね。クレジットヒストリーって来た時、大事な泣く出てきてましたよね。つまり、このクレジットストコア、これを廃止したんですよね。で、廃止したんだけども、フェアにならなかった。フェアにするために廃止したのよ。ね、フェアにならなかった。なんでかっていうと、ここでようやく出てくるんですよ。ここでようやくわかると思います。ここなら皆さんわかると思う。え、具体化されてるのハートフェイク。で、ね、嘘をつくことが、これ難しいんですよ、クレジットスコアは。だから、本当に借金めちゃめちゃしてるやつよりも、 本当に、まあ、何んて言うんだろう。あんまり借金してない人です、ね。クレジットスコアが高い人の方が、やっぱり仕事とかもできたりする優秀なんですよね。エンプロイズとして、ね、こういう、あの、労働者として優秀だったりすることがやっぱり多いわけですよ。だから、あのクレジットスコアでジャッジしてたっていうのは決して悪いことじゃ実はなかったんですよ。なのに悪いことじゃなかったん。 もう関わらず、やめちゃったから、やめちゃった結果どうなるかっていうと、雇用主側は、ね、じゃあどういう、クレジットスコアの情報が使えないと。じゃあ何の情報を用いて採用するか採用しないか、この人仕事できるかできないかっていうのを判断するかっていうと、結局こうなっちゃったんですよ。ね、no,、uh, no longer access credit score できないから、put more weight on other signal. そうですね。他の情報に頼るしかなかった。その結果、like education and experience。つまり、教育とか経験とかになっちゃったわけですよ。つまりさっきのここですよね。 だからいい大学出てれば、多分この人仕事できるな、みたいな。東大の人は多分仕事できるか、採用みたいなね。えー、あとなんか、食レス。 職歴とか見てあ、この人めちゃめちゃ有名企業ね、出てるから、じゃあこの人採用しとこうみたいな。で、いざ入ってみたら全然仕事できないみたいねえ。そういうことが結局起きちゃったということですよね。だから結局そうなると、じゃあ黒人とか若者っていうのはどうですか不利ですよね。だって黒人っていうのはやっぱりお金持ってないね。やっぱり方が多いから大学とかも出てないでしょう。有名大学出れ、まあ有名大学以前そもそも大学出れない人多いんですよね。そうするとやっぱ不利ですよね。本当は黒人だって仕事できる。大学出てない高卒だけど仕事できる。でもやっぱりこういうふうな人 強化制度、採用の仕方だと、仕事をつけないわけですよね。若者もそうですよ。だって実績ないですもんね、まだね。若い人はまだ社会に出た実績ないですから。そうなるとやっぱり難しいです、ね、エクスペリエンスがないんで。だから、だから、だからですよ。ここでようやく最後のところで。だから、これですよ。Left blacks and young with fair jobs, not more なんですよ。ね、若い人だと国人は仕事につけないわけですよ。 これがようやくこの謎ですよ。謎が解けた、解けましたね。ということだから結局、答え書いてきてくれてるんですよ。具体化してくれてるんですよ。ね、ここをちゃんと拾えるかどうかというところになってくると思います。はい。で、えっ、ー、と、最後ですね。えっと、シグナルに explain all kinds of behavior. ね。だから、こうシグナルっていうのが非常に全ての行動に関わってきますよということですね。良くも悪くもって感じですね。 オンハンハということですね。でい,いの説問があって、まあ、レストランとかもそうですね、えー、いい場所にロケーションを構えると、ね、表参道とか、例えば銀座とか構えましたと、で、じゃあ銀座、なんで銀座に構えるかというと、シグナリングしたいわけです。情報、ね、アピールしたいわけですよね、えー。何をアピールしたいかというと、それだけのこの料理、ね、に対してこれだけ価値がありますよということをシグナルしたいからです。よ。 本当はまずいかもしれないけどね。銀座とかよくありますよ。私も結構ね、あの、あわせ最近コロナになっちゃってから銀座行かないけど、コロナがある前は結構銀座に行ったりしてましたけれども、あのー、ね、結構食べログで3.8とかさ、4近くあるところとかね、え、って一1人ね、何万とかする店行っても結局、えー、これ全然美味しくないじゃんみたいなこと結構ありますからね、銀座。<laughs> なんですよ。だから、そうなんです。だから銀座だからうまいとは限らないわけですよね。銀座だけれどもね、 実際はまずい可能性だった。これもまさにね、情報の非対象だと思うんですね。私はあんまり情報ね、詳しくない人が食べログとか見てね、そういうのを見ていっちゃうんだけれども、結局ね、美味しくなかった、実力はなかったとっいうことですよね。これも同じ話の繰り返しですよね、結局ね。はい。っていうことだと思います。はい。って感じですね。なのでこれは結局、えっと、この前の話も同じ話をしてますね。 はいえー、結局、ね、サイン、ね、要は自分は優秀なんだというふうに、ね、こうストレンクス、ねえー、アピールするんだけども実際に全然優秀じゃないことも多いですよねとこういう感じですよね。なので、これ、結局、あの同じ話を繰り返してですね、はい、レストランも結局なんで出てきたかというと、同じ話の具体例を出したいからですよね、情報の非対称という、ね、これを具体化、レストランバージョンの具体化したわけですから、まあ、シミュラリティですね、D が正解でしょうということです。 はい。じゃあ,あと、ね、と、説問で解いていきましょう。1番からです。はい。えー、これ、どれが正解かということですけども、これは C ですね。えー、pay much attention to the importance of information in understanding economic activity ということですけども、そうですね。えー、pay much してなかったね。デ n o t e ね。してなかったんですよ。ね、情報の重要性、ね、情報の非対称、ね。そういうところに対して全然フォーカスしてなかったわけですね。最初はね。最初はしてなかったわけですよ。はい。で、リジェクションのでね拒否られたりしました。 はい、その次2番です。ね、これリジェクションされてますね。はい、リジェクション、なんでされてたかっていうと、この C ですね。えっと、t r e a c h e conclusion that e r y few economists w support. ね、ほとんどのエコノミストはサポートしてなかったんですよね。情報っていうところで、さっきの1番の説明もそうですけど、情報の非対象とか、情報の役割とかね、最初の方、英語長文の中で出てきてましたけれども、そこに対しての重要度に対してあんまり認識してなかったんですね、経済学者がね。はい、ということです。 さらに3番ですね。これレモンですね。車の例のところですけれども、どれが正解かというと、これ C ですね。Crass can't be made to appear much better than they really are とね。えっ、ー、と、本物よりも、まあ、よく見せてるわけですよね、はい。本物よりもよく見せてる。だから、ピーチなのかレモンなのかっていうのを判断することがなかなか難しいわけですよね。例えば、具体例として英語の本文の中に出てきてたのは、あれですね。エンジンですね。はい、エンジンが壊れてるのに隠されちゃってたりね。はい。それをまあ、 あの、売り手側。で、売り手側はそのこと知ってるんだけど、買い手側はわからない。ね、だからなかなかこれ区別するのが、ね、いいものなのか、いい車か悪い車ね、えー、区別するのが難しいということですね。これ C が正解です。えー、それから4番やりました。5番はお皆さん文法問題を任せします。6番もやりました。7番かなあと7番だけですね。はい、えー、見ていきましょう。The reason for the failure of the new rule to make the failure of a market w o s ね、ここも最後書いてありましたね。えー、書いてくれてましたから、これは7番は、これ B ですかね。 フロムはということです、ねはい、クレジットスコアよりも、はい、信頼のならない情報、例えば学歴とか職歴とか経験とかディグリーとかエクスペリエンスとか、ね、表現がありましたけど、そういうものを頼りにしてしまったから、このディスアドバンテージグループ、つまり 黒人とか若者ですよね。え、にとっては不利に非常になってしまいましたよ。ということですね。はい。え、ということです。では、これ B が正解です。ということです。で8番やりました。はい。以上になります。お疲れ様でした。もう一度ね、まさな格好も自分だけで解けるかどうか確認してみてください。あの、勉強というのは他人の思考プロセスを自分のものにするものですので、解説動画と同じ考え方、動き方ができるように、もう一度自分の頭にすり込みをしておいてください。それから、他の大学の過去問に関しても、再生リストの方に大学別でまとめてます。もしよろしければ、そちらもご覧ください。はい。それでは、以上です。